金沢港は、石川県金沢市の大野川の河口に位置し、日本海に面する港湾である。港湾管理者は、石川県。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。1970年11月1日に開港。韓国の富山、中国の上海などを結ぶ、外防定期コンテナ航路が就航するほか、小松製作所の研究輸出用に、 北米向け多目的船が不定期寄港する。経流施設総延長5188メートル。2011年度の貨物取扱量は輸入524,048トン、輸出424,290トン。輸入国、輸出国の割合は共に中国及び韓国が5割以上を占めている。また、小松製作所の金沢工場が隣接している関係から、 ホイールローダーやダンプトラックなどの建設機械や産業機械の輸出が多いのが特徴となっている。2008年6月16日から金沢、富山間の国際フェリーが就航していたが、同年10月29日で休止となった。漁港や北陸の海産物集産地としての面もあり、一般消費者も買い物ができる、生き生き魚市が開かれている。古代においては、王の港として、 白山前常識の伝説に登場する。その後戦国時代から江戸時代初期にかけて近接する西側河口の宮古市の繁栄に押されていたが、北前河路の流星により、江戸中期の強皇の頃には、金沢の外交としての地位を築いた。北前船とそれを受けた日本海航路の前世時代は、明治時代後期まで続いたが、鉄道の普及ともに衰退した。大正時代に入り、 大野港を漁港として発展させようとする動きが起こる。1923年、石川軍大野町長の光、谷次郎松が、金沢港を貿易港として発展させる構想を発表。帝国港湾協会の講演もあり、1933年には金沢港築港が閣議決定される。1935年には、大野町が金沢市に編入され着工が期待されたが、 第二次世界大戦により、棚上げされた。戦後も長い間、棚上げされてきたが、1963年の38号説により、北陸地方の陸上交通がほぼ完全に途絶えた、ことで、地元の産業に大打撃を与えたことから、金沢での本格的な港湾建設の機運が、急速に高まった。翌1964年から重要港湾として12、 可燃計画で建設が進められた。当時としては珍しい掘り込み式港湾であり、浚渫された土砂は河北方の干拓工事に使用された。2019年時点で週10便が運行されている。ありがとうございます。